ベルギーの地理では、ベルギー王国における地形や自然など、地理の概略を示す。ベルギーの地図。ベルギーは、西ヨーロッパにある王国で、国内は、フランデレン、ワロン、ブリュッセルの3地域に大別される。北側が、北海に面しており、国境は、フランス、ルクセンブルク、ドイツ、オランダと、それぞれ接している。ベルギー各州の地図。 中央付近の紫色の部分がブリュッセルである。ベルギーの総面積は3528、経平方メートルで、16844、経平方メートルが、同国南部のワロン地域、13522、経平方メートルが、同国北部のフランデレン地域、161、キロ平方メートルが、同国中央部にある首都ブリュッセルとなっている。 ベルギー各州の面積は以下の通り、上記の重州に首都ブリュッセルの面積を加えたものがベルギーの総面積となる。ブリュッセルはフラーブラバント州内にあり面積は1 6 1 4 k ル、他の州とは異なる独立した地位を得ている。他の国と比較すると、ベルギーの総面積は日本の約1、12、フランスの約1、20。 岩手県の約2倍となっている。またベルギーは、英国ウェールズなどとともに、ベルギーの倍といった形で、面積の比較対象になる機会も多い。ブリュッセルスヘルでウンだベルギーは、北西部の平野部、中央部の大地、南東部の高地の3つに分けられ、このうち南東部は、一般的に、アルデンヌ地方と言われる。海岸平野部は主に砂丘と、 ポルダーと呼ばれる海面と同様、もしくは海面以下の土地を干拓した土地によって構成される。その海岸平野部の内陸側、国土の中央部には大地が広がっている。ここでは、肥沃な土壌が見られ、細かい水路によって考えがなされている一方、谷間や洞窟などを含む、比較的起伏の多い部分も見受けられる。最も内陸にあるアルデンヌ高地は、 山がちな地形で樹木や岩が多いため農業には不適切である。また野生動物の多い地域でもあり、ベルギーで最も標高の高いボトランジュもこのアルデンヌ高地にある。ナオコの高地は両隣のフランスやドイツにも広がっており、ベルギーとの国境付近からライン側にかけてはアイフェル高地と呼ばれている。ベルギー領内を流れるすべての合戦は、 エノー州を流れるオアーズ川を除き北海に注いでいる。これらの河川は主にスヘルデ川、マース川、イゼル川の3つに分けられ、それぞれがいくつかの支流を抱えている。また、ジャンバル湖、ブーテンバッハ湖、オーダール湖、ロベールビル湖などいくつかの湖もあるがサイズはいずれも大きくはない。このほか、ベルギー国内には運河も多くあり、代表的なものとして、 ブリュッセルスヘルデウンガ、ブリュッセルシャルルロワウンガ、サントルウンガ、アルベールウンガなどが挙げられる。欠片の気候区分では、ベルギー全土が西岸海洋性気候に分類される。以下は、同国中央部にある首都ブリュッセルの気候表である。ベルギーは、西ヨーロッパの中央に位置していることや人口密度が高いことから、深刻な環境問題に直面している。 2003年度においては、ベルギーの河川の汚染度は、ヨーロッパではもちろん、調査が行われた122カ国中で最悪となってしまった。これらの環境問題は、人間の社会活動からもたらされるものであり、都市化、過密な交通システム、工場、大規模な農畜産業などが原因とされる。また大気汚染や水質汚染などは、近隣諸国の影響も強く、 誰が汚したのかが不透明であったことが、ベルギーでの対策を遅らせた一因とされている。ありがとうございます。